来ていただきまして、
ちょっとね、7分、7時ジャストにはね、十何秒ちょっと遅れちゃいましたけど、途中でピーティーを読んで、ちょっとまたお待たせしましたので、いきなりね、間違えちゃいましたね、今日ね、慌ててフェイスブックにね、入れた方はご存じだと思うんですけど、昨日ね、後片付けした後にね、この曲を歌ったらね、全く分からなかったんだよね。これはね、なんでかというと、今日は実はね、吉田拓郎と、ね、かぐや姫が、ね、やった、ね、2006年の、妻恋の、ねコンサートに、ヤマハが作った、200本限定のやつを、ねするんですよ。ライブの1曲目が今の旧友再会フォーエバー、というのでこれが歌いたいと思って、覚えたつもりで全然覚えてなかったそれ昨日の、ね、5時か6時や今日の朝5時か6時に気づいたというねやばいと思ったけどもう諦めたというね。では通常はね、7時ジャストから、24時までですけど、今年は 5周年ということでもしかしたら24時を超えても55曲はやるということでね当然ね嫌だという方もいらっしゃいますので、途中で出られたりね、また戻ってこられたりしても、2000、勃起でございますので、ね、今しばらくじゃなくてもうしばらく、お付き合いくださいませ。それでは、吉田君さんの歌があったところで、どうもです。5月の、13日、これは猫、猫さんのライブが、私でありました。で、そこに来ていただいた、猫さんつながりで、その辺の歌を歌おうかなと思ったんですけど、ちょっともうコードを引っ張り出せなかったんで、その時に歌われた、青いテルコさん、テルコさんの大ヒット曲。あなただけよ、ね、これは、作詞が、ガロの大野真澄さん、作曲が猫の末富さんということで、著作権が入るようにカラオケでもいっぱい歌ってもらいたいと思って、あなただけよ。では、いきます。ずっと電話してたら大変なのしなくていいです。これ時間し続けるのは無理だから。僕の方から電話してたら、ね、作曲することはありません。普通大体最初にしてもね、大体ね、最後のね、もう息をしないとみんなやめちゃうんで、はい、もう足なくていい。疲れるからね。今年も南の風が誘われてきたよ。雨に濡れた浜辺に今もあなたを思いつつ、あいつでもあなたのそばにいられるようになりたい。あなたの何気ないちょっとしたしぐささえ見ているんだけど、これだけど今より素晴らしい人生、愛するあなたとならば叶う夢もありはしない、受け止めてほしい。僕の全てかけても一緒にいる時も離れている時も愛し続けたい、いつまでも。僕の心を揺さぶる、他の誰にも聞かせたくないんだ、あなたの声は僕だけに。波打つ髪が風に吹くから、白い揺らぎが絡め、海を
あなただけでした。でも軽く歌えるからね、なんともね、いいですね。それでは、まず最初はね、僕ら世代のね、フォーク世代のところをね、ちょっと歌いながら行きたいなと思います。あんまり喋るとね、いつもね、最後に喋り足りなくなるんでね。タイガー風に進めていきたいと。では、泉谷茂で、眠れない夜。眠れない夜、ダイヤルの叩き、手招きして、さすりみのなく眠れない夜。金色のネオン、ピンク色の壁、都会の暮らしは、そこなしで眠れない。違うだろうとね、ツッコミが入りそうですけどね、それはね、ライブ調だったということでね、次、今のはね、眠れない夜って、ということでね、同じ曲なんだけどね、眠れる夜っていうのがね、オフコースさんからね、で、これやっぱりね、西条ひとりさんが歌ったんですね。で、なるべくね、その5周年とかには、いろんなね、歌を歌いたいということで、それで、本来歌うべきじゃなかったけども、西条ひとりさんがね、亡くなっちゃったということで、はい、で最初の時にやっぱり入れないといかんだろうということで、やっぱり情熱の話だろうということで、で、意外とですね、こう最初の時さんが、63、あ、2で亡くなって、ね、僕は61、一つぐらいしか違わないんですよ。でちょうど、3年前にね、唐津の市民文化祭、文化会館ね、同級生コンサートということをして、そこにあの最近時代のバンダナがあるんですよね、青いやつがね、はいはい、でそのところに買ったんですよ、はい、でその時はまだ59歳で、あの来年はね、秀樹還暦って言えますねっていうところまで聞いてて、はいはい、そこで、情熱の話を歌います。そこで、当然ここはね、掛け声が入る、ね、君が望むなら、あ、秀樹、あ、そういう形で、はい、あ、別にマスターズの地産とか言わなくていいですから、はあ、どうでもね、はあ、ここにいらっしゃる方に命をかけないと思わないんですよ。で、やっぱりね、亡くなったってこと、結構うちでもカラオケ入ってるんですね。で、みんなね、あの秀樹、秀樹って言うけどね、どう見てもね、この人にはね、あの名前でいいじゃん。あ、いやいや、ダメだな、斎藤秀樹じゃないような方が歌われるんですね。で、その時はなんかどうもね、悲劇とかね、悲劇って言ってるんじゃないかなって言うんですけど、はい、今日は秀樹でよろしくお願いします。はい、で、途中でね、総務の人、みその人ね、その辺もね、知ってる限りで、はい、よろしくお願いします。ではね、私もよく知りませんけど、出だしがわかんないんだよね。
命をあげてもいい、恋のためなら悪魔に心を渡してもで、先ほど情熱の遊び一生懸命覚えて、で、次は、ギャランドゥね、これも、はい、で、すごくギターがガチャガチャ入るんですけど、難しいんで、もう前奏、伴奏、エンディングはなし。Oh,
完璧に熱い。しいけれどお前は持ち上げる。おかわり。どうだと、はいはい、英語であるわけないし、本当に鈴さんが作ったんですか。ギャグ&ドゥっていうなんかっていう説があるらしい。わかんない。はい。何でした。最初は船の。今日ね、5時間もあるんで、いろんなギターをね、なかなか使わないギターがいっぱいあるんで、今日いろんなギターを使ったいなと思うんですけど、これは何年前買ったのかな、もう何年か経つと思うんですけど、とりあえず、自分のね、誕生年のギターが欲しいなということで、とりあえず1957年のだろうだろうということでね、で今度なんかね、ギブソンもね、なんかね、会社構成もね、大変なことになってますけど、まあギターは使い続けるということで、あ、まあ60年ぐらい前のね、安いやつなんで買いましたけど、で、先ほどのね、ギャランドゥ、作詞作曲は、モンテ・ヨシノリさん、じゃあそのつながらからいくところはもう、モンテ・ヨシノリさんで、ね、モンタクラダンシング・オールナイトしかないだろうということでね。まだね、最初からこんなに飛ばして5時間持つんだろうかというね、いつもながら怖いことをやっております。では、ダンシングオールナイトいきます。ダンシングオールナイト大丈夫忘れるんですね、あまり多かったのに。
チューニングの関係もありまして、男性の歌をね、これ一応原曲聴いて歌おう、はい、女性のやつは結構変えてますけれど、はい、では、次これもね、既存歌ってね、もうやめようかなと思ったぐらい分からなもう分かんなかった、もう弾いて途中で分かんなくなってですね、でもね、今日はですね、私がなんでね、五十何曲も歌うかって言ったら、これをセットリストにしてね、今日ちょっとあの通常メニューの中にね、それを入れておくとね、お客さんがカラオケを歌うときに何を歌おうかとかね、そういう参考になるというね、素晴らしい目的があるね。違うから、あ、それとね、あ、こちらに映ってますけど、これが大体一回り40何分あります。で、オープンの時のね、開店披露の時にまだオープンしたばっかり、もうまだオープンする前の映像も入ってます。もう何もない。もう壁が何もない。もうそういうのもあって、あ、これ見てね、わあ、作ってもう3時間ぐらい経って、もう寝ればいいのにとか大変な目に遭いましたけど、3日前に思いついてね、あ、いらん、もっと早くすればいいのにね。では、あ、今日ね、今まで来られた方は、僕初めて立ってやってます、ね、今まで立ったことがない座って、立っとね、できなかったですね、あのキーのあのコードの使い方とかで、今日なんと、バンドでね、7曲ぐらいやるんですけど、たまたま今年バンドする機会があって、生まれて初めてね、バンドで歌うことになって、さすがに立って歌えるだろうということで、立って歌ってね、でそしたらね、あ、これきちんと歌わないかいなんてね、自分でできそうでよかったけども、バックついてもらうと本番大したもなかったんですよ。それから終わってね、いや、終わってね、やっぱりね、申し訳なかったんで、ね、毎日ね、その